本当去年そのWeリーグ参入が決まって、それまではまさかこの広島のチームが参入すると思ってなかったので、本当に最初はびっくりしました。男子しかその当時なかったですけど、女子でも入りたいなっていうのはすごい、まあ、目標というか、まあ、いつか入ってみたいなっていうのはあったので、本当に一番ベストな形というか、そのエンブレムを背負うっていうその重みっていうのはやっぱりなんか誰よりも重いですね。釣り行ったりとか、自然を見に行ったりとか、三段橋とか結構いいなって思います。もう愛媛の頃から一緒にやってた、まあ、上野がずっと上手いなって思って、なんかいつも見てなんか真似できるとこはしたりします。まあ、まずは試合に出て、チームとしてもまずはその勝ち点3を目指して、初年度優勝できるように頑張りたいです。いいねー。